花町の中心部に兵站拠点を設営する。総員準備作業に移れ。お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。急いで。設営できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控える。いいな。大体の巨人の位置は鼻でわかる。面白い面しやがって。ここを拠点とする。よし、その調子でやれ。救援要請か。行くぞ。おとなしくしてる。俺の敵じゃない。そういうは経験が浅い。俺が何とかしてやらねえとな。助ける。俺の兵じゃない。俺はここの守りに徹する。拠点はここに頼む。お前のような匂いのやつはあまりいない。救援要請か。無視はできねえな。面白い暮らしやがって。片付ける。手が足りねえな。邪魔ねえ。俺の敵だ。邪魔だ。どけ。やはり人類最強はお前以外ありえん。おとなしくしてろ。面白い暮らしやがる。マリア、これで増援を呼びに行けるぜ。自分の身の安全は二の次だ。兵士である以上は仕方ないよ。おとなしく。私はここの守りを固めておこう。拠点を立てろ。いいぞ、あと少しだ。片付ける。急いで。
しいな。面白い話やな。ごめんなさい、エイちゃん。ありがとう。私、増援を呼んでくる。俺の敵じゃない。サイド。俺は鼻が利くが、エルヴィンほどには効かない。汚ねえな。面白い話やな。拠点の設営は完了したようだな。これで巨人の接近を容易に察知できるだろう。やれ。よかった、無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵団拠点の設営が済むまで片っ端から巨人を討伐してやろう。面白い話やな。すぐに任務に取り掛かれ、油断はするなよ。片付ける。そろそろ作戦に取り掛かるとしよう。おとなしく救援要請を確認。私が向かいます。報告、かなりの数の巨人がこちらに向かってきています。恐らく面白い話し合いだし、俺だけじゃどうにもならん。おとなしくしてろ。優勢だな。このまま押し込もう。うわあ！すぐそこまで巨人の大軍が迫ってきています。敵外での任務はこれで何度目になるんだろうな。さあね、いちいち覚えてないよ。これが最後の任務にならないよう最善を尽くすんだな。戦い優勢だ。はい、助かった。増援を呼んで戦況を立て直す。片付ける。こうも手こずるとは。押してる押してる、ガンガン行こう。
山拠点の設営が完了したようだな。撤退の準備にかかってくれ。これで任務は完了だね。お前いい仕事ぶりだったぜ。兵団拠点の壊滅は作戦の失敗と同期だ。巨人が集まる前にここを離れなければ。勝因撤退。巨人を討伐し急ぎ退路を確保せよ。設営しておきたいね。強化してくれないか。まずは付近の巨人を討伐しておくぞ。早く退路を確保せねば。さらに巨人が集まり兵団拠点が壊されてしまう。ありがとう、助かったよ。よし、迎撃拠点の設営作業に移ろう。面白い気がしやがる。片付ける。なんだあいつ、他の奴らとは何か違うぞ。あっ、言ってくれるか。ああ、了解だ。了解。
駄するなよ。了解。確保した。総員、直ちに撤退せよ。